はい、ということで今回はデスペナルティっていう、まあ、デスゲームかな、やっていこうかなと思います。リリチオチャンネルでは久しぶりのデスゲームなんじゃないのかな。で、まあ、デスペナルティ、まあ、日本語で言うと死刑ですよ、っていう名前なので、まあ、ちょっとグロテスク注意かもなっていう、あの今のクロちゃんの服ぐらいグロテスクかも。うん、あの今のクロちゃんの衣装ぐらいグロテスクの可能性がある。冷えてやがるぜーって。そうだね、怪獣っぽい感じになるかもしれないけどね。かなりグロいや、これはグロい。あ、ちょっと確認した。はい、ということなのでちょっとマップ見ていきますね。はい、これです。デスペナルティ、死刑判決を受け、さまざまな実験を受けることにより自由になるチャンスが与えられました。あなたの生存は運、スキル、そしてあなたの周りをコントロールする能力に基づきます。どんな感じになるのか、気になった方はチャンネル登録と高評価ですね、していただけると嬉しいです。はい、ということでじゃあやっていきましょうか。これね、プラベ様がないっていう問題点があって、ドガハンなるべくまだ入らずに横一列になりましょうか。この10秒過ぎたタイミングで全員でわーって入ろっか。 OK、 だ人数的に多分一般の方も入ってくると思うけど、まあドガハンが全員入れれば OK です。 OK、 入ろう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 。はい、来た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 。 OK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 
一般の方も混じってます。あのリトンタンが怖い。みんなリトンタン化け物じゃねえかお前、これどうなってんやこのリトンタンのアイコン。これ猫チキとか可愛いのにね。水原 B も怖えよお前、これホラーだろうがこれ。なバイオハザード1じゃんこれ。バイオハザード1みたいな感じになってる。クソ怖えや。はい、いきますよ皆さん、30秒後、全員生存いくぞ。さあということで、こんな感じで始まります。やはりこのゲーム、このゲームにもほら首輪がついてるよ。はい、死刑へようこそ。私は動画班高校に通うリトンタン。巨安瀬なことからデスゲームに参加することになった私、これから一体どうなっちゃうの。あえて巨安瀬って言いました。はい、全員出ておいで、出ておいで。怖いのがさ、みんな Q ボタンでガードすんだよね。ねえ、Q ボタンでガードってのがあるんだよ。これ怪しくねえか。はい、このルーレットで出た人が何かしらのデスペナルティを受けることになります。2人目水原、あ、一般ゆうとくん、あ、一般の方、わいちゃんクロちゃん。待って、次俺なんだけど、やめて。はい、クロちゃん、はい、クロちゃん動くな、クロちゃんやめて。ああ、クロちゃん口の中が動いてるよ。さあ皆さん、このような形で、はい、脱落していきます。まさかの一番最初にやられたのがクロちゃんでした。はい、オープニングの伏線回収ですね。はい、さあ次皆さん来たよ、ほら、はい、いっぱいあります。デュエルとか決闘もあるよ。あ、殺人者、誰かが殺人者になる。呪ってやるクロちゃんデッド。みんなこれ逃げた方がいいかもしんないよ。これ巻き込まれるぞ。これ例えばさ、近づいてるじゃん。練り飴がもしもこれ殺人鬼になったら猫チキが真っ先にやられるよ。待って、 B リトンタン練り飴リリチオユウとヒョワ。こわこわこわ、来るぞみんな、来るぞ、怖すぎマジで。逃げろ逃げろ逃げろ、ワイちゃん、ワイちゃん逃げて、ワイちゃん。あ、やばいかもしれないこれ。タロロとお前は扉の前に行け。動くな、そっから、一歩も動くな、そっから、頼むぞ。よし、オッケー。はい、ということで一応肉壁はできましたね。何かあったらやられてもらいましょう。え、これ何人でも倒せるのリトンタン。これリトンタン真正面から来い。シャロットちゃん、これ逃げた方がいいかもしんないよ。これ俺ら逃げれないよ。これ爪痕ダブハンされる、終わりだって。頼むぞ、逃げ切るぞ。ほらなんかすごいもん。あ、水原やられた。はい、行こう、出よう。オッケー、生き残った。やられた動画はえぐい気持ちいい。水原だけかな多分。あ、行きましょう。あ、ミスター B もやられてる。さあ次は次元爆弾、サイモンセイズ来たー。サイモンの言うことを聞かないといけないやつです。ルーレットは意味がないってこと？わかんない。はあ？サイモンの言うことを聞かないといけません。え？ちょっと待って、生き残ったの誰？ゴビー？ブズすぎやろ。
黒打ちって何？黒打ちって。あ、これラインの上に立て、ここに立てみたいな。テーブルの上に立てとか。しゃがみか。え、しゃがみ何ボタン？はい、こういうのをしないとダメみたいですね。領域撤回されたって。はい、ロビー戻ります。サイボンステージ出たら終わりだね、これね。さあ、まずは多分普通に死んでいくんだろうね。だってこれ、リトンタン、ペアパヤ、ユートあたり怪しくない？あ、リトンタンは大丈夫そうだね。待って、これ、順番的に練り飴あたり怪しいぞ。さあ、ユート、まあ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 、いいか。女なんかあれだね、ユートのチャット的に女、おぼんなって言ってそうだけどね。あの、違いますからね、皆さんね。あの、おぼんなを間違えて女って言ってるだけですからね。はい。さあ、まずユートが脱落でーす。さあ、サイモン・セイズ以外が出てほしい。デュエル。あー。さあ、ヒョアセ。誰と戦うかだよ。これ、ヒョアセは強いんじゃない？デュエルは。こういう系は。早いぞ、今回ルーレット。さあ、誰だ？ワイちゃん？違う？さあ、この流れだと？はい、まずこれ多分一般ユーザー。さあ、これ動画班が戦うことになるのか、一般ユーザーと。あれ、猫チキリトンタン、ヒョアセ、水原って続くよ、これ4連チャン。猫チキー！やだやだって。あ、来た！さあ、わかんないわかんない。さあ、来たぞ！猫チキ VS 一般ユーザー、いけー、猫チキー！勝てー！変わったら撃てらって。緑変わったら撃て。緑になった瞬間撃て。撃て！猫チキー！やられてしまったみんな。いいか？この世は残酷だ。反射神経なさすぎやろ。悪口言うな、お前、こら。猫チキの分まで頑張れ。ワイちゃん、水原、シャルロット、いいな。スプリット・オア・スティール。待って、これ、ちょっと待って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 、え？せーふ。あー、これ対戦系か、また。さあ、どうだ？はい、これはもういっぱいユーザー同士ですね。だから、動画班は生存です、これ。どこでやるんでしょうか？囚人のジレンマ。何それ？赤押して OK みたいな。これなんか話し合いしてるけどね。二人とも分ける選択したら生きる。あ、一人が緑、一人が赤ってこと？奪ったら相手が死ぬ。あー、なるほど。二人とも緑を選んだら、二人とも生存ってこと？お金の分配のやつかーって。なんかそういう難しいやつがあるよ。まあ多分説明を書いてると思います、多分。だからうまい戦略、チャットで話し合いをしてっていうことね。だから今の一般ユーザーの二人はいけたわけだね、話し合いで。お気に入り。何それ。何でしょうか、お気に入りとは。はい。シャロットちゃん？シャルロットお気に入りだって。嫌だって。お気に入りっていいことなんじゃないの？え、いいことなの？わかんない。とりあえずでも、なんか一般ユーザーに可愛いと言われてるぞ。リトンタン。はい。二人目リトンタンだね。さあ、シャルロット、リトンタン。どうだ？はい。ちなみに一般ユーザーさん。はい。リトンタンに対しては可愛いというコメント一つもありません。さあ、どういうことなんでしょうか。投票だって。あ。あーはははあー、なるほどね。投票しないといけないんだ。やばいぞ、やばいぞ、みんな！あ、今、同率、同率、同率！同率、同率！もちろん、リトンタン！助けて、あれ、シャルロットちゃん、どこ行ったんだよ、あいつ。左のシャルロット、どこに行ったんや。助かった、あ、救われたんだ。じゃ、これ、二択だ、二択。あ。何がおもろい、このゲーム！やっぱ世の中残酷だよね。可愛いスキンをしたさ、女は生かされてさ、ね、ちょっと気持ち悪いリトンタンは真っ先にやられるんだよ。ね、ほら見て。ね、顔で判断されたんだよ、シャルロット、お前。救われたね。お前顔が可愛いから助かったんだからな。世の中顔かーってそうだよ。ドロッパー？え、落とし穴じゃない？これ落下すんじゃないの？しかもさ、さっき恐ろしいのあったよ、みんな。ウォーター、水。水攻めもあったぞ、今回。30秒間なんかしろっつってるね。さあ、はい、ルーレットでーす。ネリさん？セーフ。セーフ。え？なにこれ？あ、選ぶってこと？選ぶってこと？あははははは！カサクー！適当に選ぶねって、一般ユーザー。カサクー！ああ、やられた。カサク選ばれちゃったんだ。やばいぞ、みんな、残り18人やぞ。やばい。どんどん脱落している。リトンタン、ナイスチョイス。あの、チョイスの綴り違くねえか。
あ、やばいのがやってきた。逃げ込まないと。みんな練り飴ここ、え、で、練り飴どこ行かね？ダメ？練り飴。これ隠れた方がいいだって。誰だった？誰だった？ちょ、誰がなんか見てくるね。はいはい、これいっぱいユーザーだ。いっぱいユーザー。クロちゃん行こうって。俺が相手するって。言ってこい、チャットで。危ねえ、みんな！今、目の前に来た！目の前、終わる寸前、俺の目の前来た、今。さあ、ランダムな実行。出たぞ、ランダム。じゃあ、誰だろう、次。さあ、まだまだね、いっぱいありますからね、いろんな要素。ネリさん？あー、オッケー、一般ユーザー、怖いな、顔。助けてーって。世の中って残酷なんだよ、みんな。そんな甘くはないからね。さあ、どうだ？次元爆弾だって。多分一人に与えられるんじゃない ?TLT が。それで、その TLT 渡し合うみたいなやつじゃない？結構なんかありきたりなやつだよね。問題は誰が選ばれるかだけどね。あとさ、あの、やられたお化け側がさ、ワイちゃんあれだよ。あの、ドアレント。なんで俺に渡した一旦黙った。ワイちゃーん、さすがワイちゃーん、ペアパヤは俺のことかばってくれたんだ。雑魚やな。メータータンク。うわー、まただー。これはだから選ばれた方がいいんだよね。これは。あれ、これリリチを歩くね。え、リリチを歩くね。はいはい、そういうことね。あ、お前ら並べ、全員。はいはい、そういうことね。どうした、クロちゃん。なんか言うことはないのか？誰にしようかな。誰にしようかな。誰にしよう。誰を残せばいいか、わかってるはずだ。さあ、行きましょう、次。切り替えていこう。さあ、死人に口出しということでね。世の中ってね、世の中って。どういう叫びや。はい、行きましょう、次。さあ、ただ、怖いですよ、まだ。何があるかわかんないよ。来てしまったー！サイモン・セイズが来てしまったー！さあ、激ムズです、これ。ラインに。テーブルに乗れ、テーブルに乗れ。乗る乗る、テーブル乗った、テーブル乗った。水原ー！ジャンプしろ、ジャンプしろ、ジャンプしろ、ジャンプしろ。やられたー！テーブルに立て、テーブルに立て。テーブル、テーブル、テーブル。オッケー、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 オッケー。いいよ、生き残ってる、生き残ってる、次。しゃがむんじゃね、しゃがむんじゃね。オッケー、生き延びた、生き延びた。ジャンプ、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 ジャンプ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。しゃがむ、しゃがむ、しゃがむ、しゃがむ。オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。ジャンプ、ジャンプ、オッケー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 。指示したがえ、サイモンって言わなかったら、しゃがちゃダメだよ。しゃがめ。いいよ、いいよ。いや、これは、じゃ。ジャンプしちゃダメだよ、サイモンって言ってない。ラインに行け、ラインに行け。サイモンって言ってないよ、ネリさん。あれはサイモンの指示じゃない。誰かを殺せ。これ殺しちゃダメだよ。殺しちゃダメ、殺しちゃダメ。よーし、来たー。逆にさ、サイモンセイズキルサムワンとかだったらさ、誰かをやらないといけなかったってことじゃ。はい、ネリアメの名残がありますね、ここ。いい、いいな。この練り飴のキャンディーを見つつやっていくぞ。シャルロットいいな、生き残った動画班。誰が生き残った動画班で。おい、残ったの俺ら6人だぞ。残ったのが俺、B、シャルロットだ。いいな、俺らは絶対優勝する。いいな、いけるな、俺たちならいける。意外な3人だな、意外な。さあ、逆に言うとルーレット選ばれやすいよ。待って、はい、1人まず一般ユーザー。やめてくださいじゃないの。待って待って、やって、やだ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 。オッケー、あれ B？ おお、いっぱいユーザー同士です。戦いが始まる。幕を開ける。あれ、でも片方しかいないよ、これ。抜けた？あれ、やった、抜けた、抜けちゃったんじゃね。あれ、モード選択始まったんだけど、あれ、取り残されてないか。いや、取り残されとるやん。はぁはぁ、てヘルプ。おい、海外力取り残すな、お前。さあ、次誰が選ばれるか。え、これ、ビーンあたり怪しくね。オッケー。
さあ、で、もう一人だね。あら、さっき選ばれたよ、この海外日記だから。で、もう一人が選ばれます。あ、待って、やばくない俺。待て、B。やってこい。B 選ぶんだ、スピリットはスティール。両方一緒か、片方か。レッド、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 レッド。プリープリーズ。さあ、わかんない、これ。さっきみたいに連携が取れてない。レッド、レッド。レッドや。さあ、どちらが選ばれるのか。非常に重要な戦いになります。さあ、B、海外力。どっちを選ぶか見ていきましょう。どうだ。おお、すげえ、ナイス、イエイ、すげえ。はい、皆さん、残りの生存者6名です。はあ、ははあ、ハンドアウト。さあ、どうだ。6分の1だからね。当たりやすいぞ、だいぶ。ここにはおそらく水原がいた。な、このお花。お花多分水原だよね、多分ね。あ、B。あ、これはピストルじゃないか。殺し合いの時に有利になる武器配られるんか。そうや。いや、俺撃ったら終わるだろうが、違うよ、B。まだ早いだろ、B 撃つにはな。デュエル。自害しろ。B、お前、自滅しろじゃん、お前。なあ、お前、それが一番解決するわ、じゃあ。え、B、それ撃てるん、まず。撃てるの、それ。撃ち方がわからない。海外力に向かってクリックしてみたら、あの、これに言っちゃダメだよ。あ、ただ皆さん、ビーンはデュエルに連れて行かれます。はい。デュエルだから、あれ多分早打ち対決だよ、ビーン。さあ、はい、来た！勝てる勝てるって、ビーン勝ってこい。早打ちやぞ、ビーン。早打ち。緑になった瞬間早く打て。待って、これさ、さっきの味方じゃん。さっき協力して仲良かった人じゃん。さっきはさ、二人でよくやっ、慈悲もない。躊躇ねえなぁ。躊躇もしない。さっきは協力してさ、一緒に緑になったのに。そういうとこ。残り5人です。動画班3人、一般ユーザー2人。ドロッパーじゃーん。これマジでどうやって撃つねんって。多分あれじゃね、B。あれじゃ、あの、戦闘の時あんじゃん。その時使えるんじゃね、戦う時とかに。まだ使えないんじゃない。あれ、これもしかして、ここでシャルロットちゃんかー。はい、我々、待って、4人じゃん、残ってんの。ダメだよって。さ、やめてください。シャルロットちゃん、誰を選ぶのか。さ、悩んでます、しっかりと。シャルロットちゃん、最近動画に入ったばっかり。え、これ、動画的にリリチョウさん残した方がいいのかな。いや、ここでリリチョウさんキルした方がいいのかな。はい、葛藤しております。さあ、葛藤して、誰も押せない。あ、いいか、ビーン。これが本当のいい子なんやで。自ら死を選ぶ。誰も選ばない。な、えって、なんていいやつだったーって。あいつはいいやつだった。ビーン、生き延びるぞ、俺たちで。シャルロットのために。な、感動展開だよ。私が犠牲になる。おい、俺とビーンって生き延びるぞ絶対。おい、ビーン、俺たちは仲間だろ。考えろ。俺たちは一生友達だろ。な、いや、いや、なんだお前、こら。はい、またミスタービーンです。そして、2分の1でございます。あれ、この人いないんじゃないの？え？ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、ちょっと待って。これもう強制的に、待って、これ片方いないからさ、強制ビーンでしょ、これ。ねえ。これって。いやいやって。でー、はーい、強制 B です。さあ、バグってますが、あと2人だと思います、おそらく。一騎打ちです。なんかバグって3人とかになってるけど、多分途中抜けしたんだろうね。うわ、もうこれさ、デュエルじゃん。やりましょうか。じゃあこれで皆さん決まりますよ。ワンチャンいない海外に選ばれる可能性はある。俺が仕留めるわ、視聴者。ああ、シャルロットちゃんは犠牲になった。これは映画と同じ展開。俺が勝って気持ちよく動画終わるぞ。日本に来、俺は死なない。そうかい。なんでや、ないねえじゃねえか、この相手。なあ、いねえぞ、この相手。え、多分もう次そのまま行くよね、継続して。ねえ、いねえんだよ相手がよ。サビルさん、このまま多分継続します、おそらく。いやいや、ちょっと待って、ドロッパーって、ちょっと待ってよ。
え、ドロッパーって待ってよ、2人じゃん、2人のドロッパーってさ、選ばれなかった方死ぬじゃねえかこれ。なあ、わかんない、多分テレポはすると思う。頼む、リリチオ、リリチオ、リリチオ来い。いやだから誰やこいつ、誰やねん、お前おらんねん、もうこのマップに存在しない。ラストだからね、渋るね、このマップもラストで、ね、まだ俺生きてるよ。さあこれでちゃんとさ、俺とそのさ2人が選ばれれば話は早いんだよ。あとみんな動けねえ、俺あの動けなくなってる、体が動かない。いやーちょっと考えないといけない、うん、最後の戦いだ。そうだね、これで決める。いやーここはやっぱさ、どっちも緑かな、どっちも緑で生き残ってやるみたいなのが大事なんじゃないのねえ、これって。さあどうだ、さあどうなる。あ、まあまあラストまで一応生き延びれましたね。海外力がね途中でね多分いなくなったのかな、それのせいでちょっとあの試合がグダグダになったんですけど、最後の方はね。え、だから2人とも死んだということです。つまり、優勝者はいません。よくない？1位が出なかったってよくない？動画は誰も優勝しないエンド、よくねえか、平和で終わったみたいな感じだよね。なんかデスゲームらしい映画の終わり方でよかったよね。はい、ということで皆さんよかったら、今後ともね応援していただけると嬉しいです。ということで、よかったら視聴者のみんなでやってみてください。これ公開様限定なんで、まあ多分いっぱいね、公開様遊んでる人たちでやってみてください。ということで終わります。お疲れ様。